沢楽は福岡市を構成する7つの行政区の一つ。1972年4月1日に福岡市が政令指定都市となった時は西区だったが、1982年5月10日に沢楽、西区、城南区の3つに分割されて発足。温暖な太平洋側気候の様相を見せる。当期は山沿いにある区域南部と沿岸の区域北部では気候が異なる。 沿岸の区域北部では、積雪に数もむ一冬で1から2回程度と少ないが、内陸の区域南部では、降雪も多く、多い都市で数十センチの雪が積もることがある。福岡タワーとシーサイド、桃地北は、博多湾に面し、南は、セフリ山地で、佐賀県と接しており、南北に長く、福岡市の区で最も広い面積を持つ。北部には、西陣、藤崎、 シーサイドも、餅などがあり、西の副都心を形成している。また、地下鉄、バス、都市高速といったあらゆる交通手段が発達している。商業施設や公共施設、オフィスビル、高層マンションなどが多い。中部の現地域は昭和40年から50年代にかけて開発された住宅地で、団地や一戸建て住宅が数多く立ち並ぶ。南部のニュー部、 内野、脇山地域は、福岡市が、政令指定都市に移行した後の1975年に、旧沢原町を編入して、福岡市域とした地域で、場所によっては宅地化の兆しもあるものの、市街化調整区域も多く、全体的には、農村の雰囲気を色濃く残している。そのさらに南側は、セフリ山地に含まれる未開発の山間部で、 時期によってはホタルも見られる自然豊かな地域である。2020年7月1日自転室三川、金屑川河川は、中央区との境にひい川、西区との境に室見川が流れていて、区内にはその支流の七熊川、金屑川、油山川、塩入川、小笠木川、椎葉川などがある。当初は西区の一部であったが、1982年5月10日に、 旧西区を分区して発足した。区域は旧内山村半ばを除き、元の沢良郡の一部で、1918年から1975年までの間に順次、福岡市に編入されていった。沢良区の区名は、この沢良郡に由来している。沢良区は西区と同様に区域が広いため、南部を管轄する入部出張所がある。西陣地区には、福岡市を代表する、 進む学校があるなど、文教地区としても知られている。大学高等学校、中学校、小学校幼稚園、福岡市博物館テレビジョン放送や、FM ラジオ放送は、市街地では、福岡タワーや、高野巣山からの電波を受信するが、旧佐原町など山間部は、佐原中継局や久留米中継局からの電波を受信する。5十音順、ありがとうございます。